力ですよね、特徴というのが非常にこの2試合出てますよね。で前線、デラトーレ、チアゴ・アウベスは開幕から2試合完全応援の声援の中、今前半の45分が始まりました。左にエンドアウェーのモンテリオ山形、高めの鈴木、斜めに入れたドゥドゥが中央から来る、頭を出す、さあジャビン倒れた、ホイッスル PK。 ただその後のゴールもボールはゴールに入りました。その前でホイッスル、このダイアゴナルのこのボールが通りましたよね。クリアですか、クリアされましたけど、そこに反応したジャメインですよね。ジャメイン左隅に決めました。前半38分、決めてしっかりと押し出せた、しっかりミートできた、落ち着いた PK になったんではないかなと思いますね。モンテリオ山形です。後半の45分が始まりました。リカルド・グラッサ前線へ、杉本を狙う、少し戻されました。中央にデラトーレ、一番ファーサイドにチアゴ・アウベスがいます。ボックスの外、ファー寄りに西村、小西が入れた中へのボール、ニアサイドセット、野田が決めました。1対1、ここも得意のセットプレー。後半の29分、1対1追いつきました。いかがでしょう。ボールの質というのは非常に良かったと思いますし、やはりこの前半と立場が本当に入れ替わったような、より少しディフェンスとか重たくなってきているのかなと思います。ただここ左サイドに来ました、リカルド・グラッサ、パス、松本昌也、勝ち越し、守備の岩田、後半の34分、途中出場、松本昌也、今シーズン初ゴールです。やはり松原が越して、リカルド・グラッサですよね、もう上がってきてます。固唾を飲んで見守ります。小西の左足、ポストだ、セカンドボール、外広げて川井歩夢、右足で上げた、野田のヘッド、金子のクリア、ここでタイムアップ。最後まで何が起こるかわからない一戦、第3節、磐田2対1逃げ切りました。